こんにちは。こんにちは。参政党国政参政党愛知県第9区国政改革委員の村井貴弘です、僕の職業はプロボクサーをやってます、プロボクサーを一度引退をしてます。僕は17歳で、プロボクサーになって、26歳で一度引退しました。一度引退をして就職で大阪からこの愛知の地へ来させていただきました。僕がプロボクサーを引退した理由は、一度精神を病んでしまってうつ病になってます。うつ病になってその時にですね、僕はすごい自分の中に根拠のない自信が生まれて、僕は俺は世の中を変えるんだって本気で思うようになりました。ただプロボクサーをもう一度やったんですけど負けてしまい、そこで、プロボクサーではない、このままではいけない、何かを変えようと思って、一度就職で愛知に来ました。で、愛知では営業の仕事を2年半させてもらってます。そこで僕が感じたのが、僕はプロボクサーで、スーパースターには慣れていません。スーパースターになってないんですけど、自分がプロボクサーとして9年間やってきたんですけど、やっぱりプロボクサーでスーパースターになれてない、有名人もなれてないので、すごいこう虚無感というか、プロボクサーをやってた兄ちゃんだねってバカって入れてるをすごい貼られたりもしました。すごい僕はそれが嫌で、愛知の地でプロボクサーとしてもう一度皆さんに自分のリングの上を姿を見せたいと思い、プロボクサーに復帰させていただきました。そして今ではプロボクサーに復帰して、すごい多くの方に応援をしてもらい、たくさんの人に覚えてもらってもいます。そこで僕が本当にやっていきたいことも見えてきました。プロボクサーに復帰しようと思った時に、地元の大阪から選挙のオファーもいただきました。それがきっかけで政治に興味を持って政治家になろうって志しました。僕はそこで参政党という存在を知って興味を持って、で今この場のチャンスをいただいてます。僕はレールに引かれた人生ではありません。義務教育も受けてません。高校も行ってません。ただ17歳でプロボクサーになって自分自身を変えることができました。好転することができました。そこから自分で考え、自分で行動して結果を出してきました。僕はそのきっかけを作るのは僕の役割だと思ってます。そして参政党に関わらせてもらって自分の役割、役目っていうのも少し見えてきたのかなって思ってます。僕は少しでも政治に皆さんが興味を持ってもらえるように、政治に興味がない人たち、政治に関心がない人たち、そういった人たちに少しでも興味を持ってもらえるように、僕自身がプロボクサーとしてもそうですけど、こうやって政治に関わって声を荒げて発信していきます。発信をしていって皆さんの兆し、きっかけ、そういった存在に僕はなっていきます。義務教育のあり方、今のまんまでは僕はダメだと思ってます。義務教育のあり方を少しでもいいから、ちょっとずつでもいいんで書いていきます。僕は声を荒げ続けます。皆さんと一緒に声を荒げて、皆さんと一緒に、皆さんと共に、本当に本当にこの国をいいものにしていきたいです。誰かが何かをしないといけません。僕がその参政党で、参政党を通して村井貴弘を通して皆さんに、一人でも多くの人たちに政治に関心を持ってもらって、興味を持ってもらって、僕が参政党の広告塔になっていきます。一人でも多くの人たちにきっかけをどんどん僕が与えていきます。参政党愛知県第9区国政改革委員村井貴弘でした。ありがとうございます。